岸大河が大会の開催地である横須賀の各所を散歩する企画、岸散歩。本番はここがね、会場になるっていうことですごく楽しみにしてたんですけど、なんかね、たくさんのこうお店があって、なんか地元のなんか名産とかお土産とかも買えるっていうことで、あ、ここは海鮮がたくさんあるエリアですね。うわ、ここ、マグロの各部位がバラで売ってあるのかな。見たことないですね。うわ、脳天ステーキあって強そう。めっちゃ骨付きマグロ。マグロ骨付きってないですよね。どういう風に食べるんだろう。めっちゃ美味しそう。あ、でもせっかくだから、僕サザエも好きだしね、上がった子だし、上がった子供をじゃあお願いします。あ、ここら辺海軍カレーコーナーだ。でもこう見るとめっちゃ種類あるんだ。あ、これ何、これ横須賀海軍カレーラーメン。何でも海軍カレーにすれば何でも作れるかも。だって柿の種もそうだし、ラーメンもそうだし。これが上がっとこ丼か。めっちゃ豪華っすね。うまい。食べたいっすね。ダメっすめっちゃうまい。甘いもの食べたくて気になったんだもん。ジェラートファクトリー。うわ、めっちゃ種類ある。待って待った、今いろいろ気になったんだけど、枝豆。ちなみにこれおすすめって何かあったりするんですか。今日はやっぱミルク。ミルク、はい、あ、これか、関口牧場の牛乳。はい、はい、じゃあライチにしようかなライチ好きなんだようわ、2種類選べるんでしょ。でもやっぱり大元を知らないといけないから、ミルクいきますか。じゃあ枝豆とミルクを、はい、2フレーバーでお願いします。うまっ。だから用意してくれたんです。うわ、うまっ。これが一番うまいここがまさかのオフライン会場ってことで、まあ、どういうふうにね、変貌を遂げるかっていうのは楽しみですし、今までって決勝大会がオンライン大会だったりしてたんで、まあ、この決勝トーナメントがオフラインで行われるってことで、結構高校生の皆さんも緊張されながらプレーするんじゃないかなっていうところと、あとはその違う高校生同士が交流取れるんで、なんかいい思い出になるんじゃないかなと思って、すごく楽しみですね。まあ、多くのファンがバルアントにもいらっしゃるので、その方々がじゃあちょっと横須賀に行ってみようっていうプチ旅行気分で、まあ、ここに来ていろいろご飯食べながらゲームが見れるっていうのは、なんか素晴らしい経験になるんじゃないかなと思ってるし、まあ、今後ねこういう大会がどんどん開かれて、この横須賀のオートマーケットが聖地になればいいなとは思ってますね。